乃木坂46の久保史緒里が、5日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時、に出演。CM 撮影で俳優、岡田准一と共演したことを振り返った。久保史緒里、大河ドラマ以来の岡田准一との共演を回顧マクドナルドのテレビ CM で、NHK 系大河ドラマ、どうする家康、2023で共演した岡田との再共演を果たした久保。同ドラマで久保は、岡田演じる織田信長の娘、五徳を演じ、親子っていう関係性だったんですけど、今回は、岡田が、先生と、そして私が生徒っていう関係性、だったと振り返った。青春っていうのをテーマにした感じだったので、また一緒にお芝居というか、ができるっていうのはすごい私は楽しみにしてて、すごい嬉しかったと、大河ドラマでの戦乱の世の雰囲気とはまた違うシチュエーションが楽しみだったと告白。岡田と会うのは、1年ぶりな上に、前回とは違う演技ができることに緊張しながらも楽屋挨拶に向かったと話した。久保史緒里、岡田准一に呼びかけた言葉とはまた、5月31日には岡田がテレビ CM 撮影時の様子を X、旧 Twitter に投稿。再会の日に、父上と朝から言ってくれた、見聞ママ、と、久保が岡田に、父上、と呼びかけていたことを明かしていた。これについて久保は、本当に緊張しすぎて記憶あまりなかったんだけど、私、父上って言ってたらしくて。と自然と口から出ていたと告白。岡田の X で初めて知ったととろし、嬉しすぎて、父上ってやっぱ出ちゃってたんだと思って、と久保本人も驚いた様子を見せた。お芝居の話とか将来のとかも聞いてくださったりとか、そういういろんなお話をすごいさせていただいたのですごい嬉しかったと、父上との再会を満喫したと語っていた。